佐藤隆史の喪黒福造姿がドーンと解禁舞台笑ゆセールスマンザステージ。先月21日の舞台化決定の発表で佐藤隆史が喪黒福造役と多くの驚きの声が上がった舞台笑ゆセールスマン THE ステージで佐藤演じる喪黒福造のビジュアルが9日ドーンと公開した。スタイリッシュながら不気味さを表わせるキュッと上がった口角と真っ赤な唇、そしてこちらを除く怪しく光る大きな目がインパクト抜群だ。同作は1968年に読み切り作品黒いセールスマンとして誕生し、その後連載が開始された。藤子不二雄 A の作品では珍しい青年漫画の連載作品で比較的マイナーな作品であったが、1989年に笑ゆセールスマンとして1話完結のオムニバス形式でテレビアニメ化された。主人公喪黒福造の不気味なキャラクターと決め台詞ドーンが話題となり、深夜アニメにもかかわらず世代を超えて人気となった。助藤はミュージカル刀剣乱舞シリーズの歌手清光役、ライブスペクタクルナルトナルトウチはサスケ役など、俳優として様々な舞台をはじめドラマや映画などでも活躍中。舞台には佐藤のほか田村正和、山崎翔吾、富岡浩一郎、野口香織、南踏まれし、広志、池村正則、藤村聡、掛川亮太、伊藤彩香、ロズメ、松優が出演する。市が手掛ける。4月23日から5月3日まで東京品川プリンスホテルステラボルで、5月7日から5月10日まで平子アイア 2.5 ピット R 神戸で上演。